本書は隙間時間で何ができるかを常に意識するといったすぐに実行できそうなことからストレスの原因になっているものはすぐに投げ捨てるといった背中を押してくれるメッセージが詰まっている。ではようやくに行ってみよう。う時間には自分のための時間と他人のための時間の2種類しかない。自分の時間とは好きな仕事や趣味のこと。一方、他人時間とはやらされている仕事や通勤、気を使う飲み会などである。 自分時間を増やし他人時間を減らすほどあなたの人生の質は高くなる。ほとんどの人は自分の人生が他人のための時間で埋め尽くされていることに気づいていない。でも考えてみてほしい。もしも部屋に猛獣が入ってきたらその状況から逃れるための方法を必死で考えるのではないだろうか。死んでしまえば自分の時間はそこで尽きてしまうからだ。それなのに他人時間に対して同じような脅威を感じる人はほとんどいない。 他人のせいで時間が奪われている状態は、生きながら猛獣にゆっくりと食い殺されているのと同じだと言っても過言ではないのに、なぜ平気でいられるのだろうか。まずは日頃から、これは自分時間それとも他人時間と自問することを習慣づけよう。すべてはそこから始まる。<う>他人時間はあなたの人生を削っていく。ただし他人時間の正体は他人そのものではない。その発生源のほとんどはあなた自身の中にある。その原因はあなたが悩んでいることだ。 悩むのはこうしたいという自分なりの答えがあるのに、プライドや自意識が足を引っ張って実行できないからだ。ほとんどの人はここで変なプライドに邪魔される。失敗した時にみんなにバカにされたら恥ずかしいなどというのだ。 これはただの自意識過剰である。自意識が描き出す世間なんて心の中の幻に過ぎないので全部取っ払ってしまえばいい。そうすると起業したいとか会社を辞めたいという本音が出てくる。そこを出発点にしよう。悩んでいる人の99%はこのシンプルな心の事実の周りに余計な世間をまとわりつかせて手も足も出せなくなっている。シンプルがいいと自己暗示をかけてシンプルに本質を見直すところから始めよう。 時間を増やす上ではシンプルに考えることが欠かせない真実や価値のあるものはいつだってシンプルだ実際のところ物事は複雑に考える方が楽だそれなりに頭が良ければもっともらしい理屈をつけて複雑に考え続けられるのだからむしろシンプルに考える方が勇気やエネルギーが必要になってくる 企業の経営者が会社にとって最も大切なことはと聞かれ会社に貢献すること顧客の満足などと答えてしまうならシンプルに考えようとする覚悟が足りていない株式会社の本来の目的は株主へ利益を還元することでそれ以上でもそれ以下でもないはずだそれを目的として良いサービスや商品を作って売れば顧客は満足し経済が活性化され結果的に社会貢献が実現される 無駄に複雑に考えていては、時間を浪費してしまう。個人についても同じである。仕事に思いっきり打ち込んで、趣味や家族との時間もしっかり確保し、サラリーマンのまま収入はたくさん欲しいなどと考えている人は、自分の欲望の本質が分かっていない。世の中はトレードオフが原則なのだから、これらの希望をすべて叶えることなど、まずできないのだと理解しよう。本当に大切にしたいこと以外はすべて手放し、自分の根本的な欲求に向き合えた人こそが、自分の時間を手に入れられるのだ。 常識の呪縛から解放されるために必要なのは動き続けることに尽きる。すぐに行動できる人とそうでない人の違いはフットワークなどという得体の知れないものではない。情報量の差である。だから動き続けられる人になるためには情報量を増やせばいい。圧倒的な量の情報に触れればこの世には変わらないものなど存在せず全てが無常だということに気づけるだろう。情報のソースや質はどうでもいい。時事やビジネスに限らずあらゆる情報をシャワーのように浴びよう。 浴びた情報は忘れてもいいが単なるインプットで終わらせないことを意識してみるといい例えば気になったニュースがあれば一言でもいいのでコメントしてみるといったようなことだ<ー>著者の基本スタンスはおいしいものを食べておいしいお酒を飲んで楽しいことに熱中して過ごすというものだだが人生を心地いい時間で満たしていくことを追求するなら不快を避けることも考えるべきだろう不快にはさまざまなものがあるがその中で病気は本人の努力によってかなりの確率で避けられる 時間を増やすという観点で言えば病気にならないのがベストだ。完璧な予防は無理だとしても早めに手を打つこと。今やインターネットや SNS を使えば病気を予防するための必要な情報を得られる時代なのだから。例えば2017年には37万人以上の日本人が癌で亡くなっているが、 特に大腸がんの件数は増加傾向にあるというしかし大腸がんで早期発見された場合の5年生存率は今や90%にまで達している早めに発見できればかなりの確率で治療ができるがんだと言っていいだろう他にも胃がんの原因の99%はピロリ菌が関与していることが分かっているのでピロリ菌除菌によって胃がんになる確率を下げられる予防法が分かっているのに忙しさを言い訳にして具体策を講じないのはおかしい 健康は時間術のベースと心得よう<ー>著者はきちんと眠らないと翌日のパフォーマンスが下がることを自覚しているだから平均して7から8時間の睡眠時間を確保しているという寝不足だといつもならパッと決断できることに時間がかかったり風邪をひきやすくなったりするつまり睡眠時間をきちんと確保すればそうした無駄な時間を減らせるのだ 時間がないと言っている人ほど1時間長く起きて頑張ろうとするだがそれよりも1時間早く寝て翌日にその倍のスピードで仕事を終わらせた方がいい眠りを削ることは未来の時間を前借りし人生を先食いしているに過ぎないのだから著者が睡眠に関して気をつけているのは仕事を持ち越さないことだ頭の中にその日の仕事が残っているのは精神衛生上良くない仕事を完了させてたっぷり寝るべきだ 時間を無駄にしないためにもチャンスの見極め方を知りたいですという人がいるが未来のことはわからないものだ。だから著者はどこに次なるビジネスチャンスがあるかというようなことは考えない。現時点でやりたい、欲しいと思えるかどうかが基準だ。結局人生を最高に楽しむためにはノリの良さが全てである。ノリがいいとは何よりもまず考えないで受け入れることだ。ひとまず、一旦、とりあえず何でもやってみる。 そうやって熱中できるものだけで人生を埋め尽くせば自分の時間と人生に革命を起こすことができるのだ。